こんにちはきくを楽に変える慶長教育課の岩松正文です今回のテーマは正しく山を張るというお話をしたいと思います今ですね2020年の11月のキャリカコンサルタント試験からだいたい今でまあ2週間ちょい前ぐらいになってきてるんですね え面接試験実技試験はその翌週翌々週に分かれますのでもうちょっと時間があるんですけども、まあ、いよいよ数週間ににに近づいいいいいてててきて追い込みなななっっるる方がたくさんんんらっしゃるんじゃじかなというふうに思うんですで私自身もこのキャリアコンサルタントの今年は面接対策しかやってないんですけども引きの方は今年ちょっとやってないんですが面接対策で個別のセッションとかグループのセッションっていうのを Zoom で今たくさんやっております。 その中で出会う方々、初めて出会う方非常に多いんですけれどもね一応今の準備状況って聞くんですよ。どんんな感じでで準備進んでますかってお伺いした時にちょっとね心配な発言がいくつか耳に 何個が入ってててききたたののでそのこととにについいいい触れておおいいう,ふうに思いますそらくね今準備されている方に共通する不安点だと思いますのでねよろしかったら最後までお,いお付き合いいくださいこのようにこのチャンネルの中では経営ですとかキャリアコンサルタント試験の対策等のね話をしておりますのでよろしかったらチャンネル登録をしてください、はい、では早速なんですけれどもこの数週間前になってきて私が心配していることそれはですね 何かこうちょっとね諦めかけてるというかやけになりかけてる方がいるような気がするんですよねもちろんえ準備どうですかって言われてバッチリですっていう人がいないのはわかりますだけどですねどうですかって言うとなんかどこか出るかなってなんかみんなでちょっと情報交換してますなんて人もいたりしていやいや今この時期はもう情報交換する時期じゃないですよねって思うんですよねでどんな話が出てるか で私がちょっと気になったねあのある何人かから同じこと言われたので気になったことの一つを言いますとまず口頭指紋の方のお話なんですが気になったことの1番目あのキャリカンコンサルタントの試験って2つの団体がやってるじゃないですか JCDA と CCC。 っていうまあ競技会って言われるところはやってますよね。で、二つの団体が全く同じならいいんですけども、若干ね、特色が違うっていうのは、まあ、受ける方としては少し不便なんだけども、これが実態のわけですよね。それで高等資問についても大体同じなんだけども、ちょっと違うよねって話があるわけです。それで今回ちょっと私が耳にして、本当にそうかな、そこに山張っちゃっていいかなって思ったのが、あの競技会の方で受けた場合は。 一番最後の高等諮問の説問問なんだかかかりますか一番最後、えー、キャリアコンサルタントの資格を取得したらどのように活かしたいと思いますかってこの説問ですよね。これがが絶対に出ないいっしゃっておしゃる方がいたんですねで、まあ、その方がちょうどご自身が習われた競技会系の勉強会行ってもそれは出ませんっていうふうに言われたっていうんですけど私本当にそうかなってちょっと心配になるんですよね。これもしかしかたら 私の記憶違いかもしれないんですが、私はそこパーフェクトにあの準備していって、多分言ったんじゃないかなって気がするんですよねで。もしかしたらですよ、今回コロナの影響で1回中止になって、全部で4日間、まあ、東京とかだったら4日間の開催になったりするじゃないですか、各団体ごとがね。 だから受講者数が倍とかに増えてるんで非常に人数が多いから事前にもしかしたらキャリアコンサルタントになったらどのようにその資格を生かしたいかって質問は排除しますよっていうふうにそうだとしたらねちょっと私にお知らせしてほしいと思うんですけれどもでもですね私多分それいちいち言わないと思うんですね試験の前に発表にはならないと思うんですよ。じゃあ JCDA の人だけが必ず キャリアコンサルタントになった時に、それをどう活かしたいかって質問されてるかっていうと、JCDA の中でもされてない人もいるんですよ。私ヒアリングしてるんですけど、試験終わった後に。で、僕ね、競技会の中でもされてる人いたんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。でね、私ね、思うんですよ。事実がちょっとどちらかわからないんですけど、仮にですよ。 協議会の方ではキャリアコンサルタントになった後どのように生かしたいかという問はされないというふうにしましょうでもですねでもです私いろんな方にどんな面接になりましたって聞きましたらいわゆるお決まりの順番通りに順番な内容を聞かれなかったって方も私知ってるんですよ何人かつまり一番最初にできたこととできなかったことを言ってくださいそれからクライアントが言ってる主相は何ですかそして 三つ目にキャリアコンサルタントから見た課題は何だと思いますか。そしてこの後サポートするんだったらどのように、えー、まあサポートしますかってお決まりのもうあの決まり文句がありますよね。これ皆さんちゃんと準備していくのにそれ通りに話が進んでない質問質問が進んでないっていう話を結構耳にします。はいもちろんそれの通りに行ったって方もいるんですよ。で一つその流れ通りにいかない理由は答えてる方の人が 試験官の方の質問に的確にちゃんと答えられてないので話がちょっとややこしくなって何往復が質問が飛び交ってしまうっていうケースもあるとは思うんですけども、まあ、実際そんな感じがするなって応答も聞いたことあるんですけどでもね全然関係ない本当にその順番全く関係なくてなんとなくねお話をしてたらそのまま終わっっっちゃたたみたいな人も私知ってるんですよねそうするとですね仮に決まり事として キャリアコンサルタントになった後にそれをどう生かしたいかっていう質問はされないっていうのが決まり事だったとしても私はやっぱり準備してた方がいいと思うんですよだって資格を取った後どう生かしたいかってそもそも受講動機ですよね受講動機ぐらい先に準備して入れといてなんか損することありますかねなんか無駄なことは努力必要するなする必要ないっていうおっしゃるかもしれませんけどじゃあそのね、えー、口頭諮問の中の まず、今の言ったのも入れて、五つの質問ですよね。五つの質問の中の一つを削ることによって。その空いた時間で事前にできることって、なんか増え、増えますか。筆記の準備をする時間が増えるって言うかもしれませんけど。筆記の範囲っていうのは、ものすごく膨大ですよね。で、口頭試問のその一問を答えるのに、要する時間って。自分の志望動機を、おそらく三十秒から一分以内にまとめて。え、それを、文書化したものを、流れだけ。 流れだけつじつまが合うように自分で言えるようにしていけば十分なわけですからまあやったとしてもどのぐらいですか15分とか20分あれば書いてなんとなく流れを確認するアウトプットできるようにしていくっていう準備ぐらいはそんなに30分も1時間もかかるような準備ではないですよね。 そういうい出るかもしれない出ない確率は高くても出るかもしれないものそして出てしまった時にその場では臨機応変にはなかなか対応できないものをそ,そのままこう山かけからで外しちゃってですね じゃあ空いた時間でそんなに一生懸命他のことになんか効率よく勉強できるかってっそうでもないんだとしたら私はねやっぱり動機ですよねキャリアコンサルタントになったらどう生かしたいかつまり私が何でその講座を受けたのかと同じ意味だと思うんですけどそれはね綺麗に言える状態でいつもあるべきだと思うんですよね。で当日行ってもしかして聞かれたらどうしようって不安になるような人も出てきますので。 ね出るかもしれないような噂が横からちょっとね聞かれてしまったらあの聞こえてきてしまったら不安になるでしょそれ自分の精神的な安定のことも含めてその口頭指紋の中で事前に100%準備していけるものっていうのはこの動機の部分だけしかないわけですからここをやらずにいくてっていうのはね私はないと思うんですよね だからどういう理由でその山をかけてそこをね出ないはずだって言って排除したくなるのかちょっとよくわからないんですけどこれも当然準備していった方がいいのであの周りの人が「出ないって言ってます」ってよく言うんですけど「いやいやあなたがそれ聞かれちゃったらどうするんですか?」って自分基準で考えないといけないのでとりあえず準備してって損することはないですよね。なので是非ですねそこは山かけしないで出ても大丈夫なように。 準備かからなないので、ね、口ででね口言う練習しなきゃダメですよ文章を書いて見ててもダメですからそのねアウトプットしなきゃ脳に入らないっていうのは他の動画でもたくさん言ってますけども口頭指紋の応答も一緒なので事前に準備したものをアウトプットする練習をまあ誤解とかしといたら十分じゃないですかあそれでね行かれたらいいと思うのでここ山なんかかけないでとりあえず準備はしといてくださいでもちろん JCDA で行かれる方でもですよ 今回人数が多いので一番最後の質問っていうのはカットさされるる可能性が確かにに今まででよよ。りもら高くなるとは思うんです別にそれを必ず聞かれますっていうつもりはないんですよ。だけど聞かれたら困るもので事前に準備完璧にできるものがそれしかないのでそれはやっぱり準備していった方がいいだろうなっていうことなのでね山かけしないでくださいっていうね、まあ、山かけるというか、まあ、出ても大丈夫な状態にしといてくださいっていうこれがおすすめのことです。それから、 これもなんか聞くんですけどもあの統計が出るかもしれないこの統計は出ないかもしれないみたいな,なんか情報が錯綜してるっていうのをちょっと耳にしましてもうこの時期というのは自分がとりあえずこの範囲だけは固めるっていうのを決めてく時期ですからその決めたものが終わってる方であればプラスアルファでやるものについて、えー、どれを勉強しようかなって検討するのはいいと思うんですけどじゃああなたですね例えば前回です前回春。 の試験に出た白書や統計の内容をちゃんとね自分なりに理解できるところまで勉強し終わってますかあるいは過去のこの同じ時期に出た白書や統計の中身をもうちゃんと覚え終わってますかって言われた時に入ってないんだったら他に何が出るとか出ないって話をしてる時期じゃないと思うんですよ。ぜひ自分がやるべきこと それを範囲を決めないと脳みそって動かないって話何回もしたんですけどこの時期はもう覚える内容が決まってる学習する範囲っていうのはとりあえずここまでだっていうのがもう決まっててある程度進んでなきゃいけない時期ですから今からですね新しい情報を入れるか入れないかってこっちが中途半端な状態の時にそういうことを話してるとどん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 学習効率下がってきますのでねそういうそのね情報でまた LINE でいろんな情報が流れてくるのかしれませんけども。 まあ、噂話ですよ、ね、全ては噂話で推測ですから、まあ、不安心理の一部ですのでねそういうのは、まあ、相手にしないで、えー、自分がやるべきことに集中される方がいいと思いますよね。はいということでですね、えー、とこの時期っていうのは皆さんがうん勉強進んでても進んでますよって自信を持って周りの方にはなかなか言いにくいですよね。不安な方が多いので、えー、自分のことは言いにくい時期ですし、えー、なかなか自信が持てずに不安が あ差し迫ってきてねいよいよっていう感じになってくる時期でついついですねこう集中今やるべきことから意識がそれがちになる時期ですのでこうおかしな情報に振り回されたり変な山をかけるじゃなくてもう自分がやることを決めてそこだけに集中するのが最も合格に近づく方法だと思いますのでね是非ねこそわそわしないで周りの人の意見に振り回されないで。 必要があればそういう情報は一旦シャットアウトして自分がやるべきことが終わったら、まあ、新しいものも足してってね時間が許す限り足してって全然構わないんですけどもそこら辺をですね自分の軸がブレてないかもう一回確認されて、えー、勉強されると合格が近づいてくると思いますのでね是非自分を信じていただいて、まあ、おかしな山はかけずに正しく山をかけていただいて必要な準備をしていっていただきたいと思います。 それでは今回の動画が参考になったよって方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。